そうだ、問題言って。はい。A プラス 何 ？A プラス何 ？4B。はいはいはい。閉じ括弧。はい。うん。閉じ括弧。うん？何？9以上。これを証明します。あ、もちろん A と B は正ですね。書いてあるんですよ。ここですね。で、これを証明しなさいということですが、まあ一応その。まあ申し訳ないですけど、逆数が来たらそうかそうじゃないと、いうことを考えて、不等式だから、うん、全部ばらして縮球にして正にしようという考えもあるんですし、それもいいと思うんですけど、で、まあとりあえずこれを A と B、A と B と置いてガシガシやろうかなとか、いろいろみんな考えるんですけど、まあ展開してみましょう。展開したら、これ分かりますよね。まあ一応安全策といって、全部やりましょう。4b 分の a と 4b 分の b ですか。お悩みした。はい、証明やってますか。見た方がいいですよ。でこうなりますね。一応こうですね。そして、これが1でこれ4ですよね。したら b 分の a 足す a 分の 4b 足す1と4で5で9と。ということは、これを証明すればいい。問題の意味はこれ同じだと。同じですね。ということは、まあ、すみません、もう一つ、もう一段階いきますと、A 分の 4B で、これは5いくから4だと。これを証明すれば同じ意味ですよということなんですね。ですよね。それでどうするかというと、ここで、もうこれ、奮発して、これを A と置き、これを B と置くわけですね。わかりますね。そしたらあとこれに代入してという話になるので、大判としては、A、正、B、正なので、B 分の A も正、一応書くんだよ。A 分の 4B も正と。で、あと、またこれ書くんだな。A イコール B 分の A。B イコール A 分の 4B と置くと、そして、これを書いておくんだよね。で、相加相乗にと、相加相乗の公式、書いても書かなくても、まあ、書いてもいいんですけどね、相乗よりと、これを一応書くんですね。自慢話を書く、自分は知っていますとかですね。そうですね、9代20もここですよね。ここ書いてで、に代入すると。代入するとって書きます。そうすると、実際に、あとは存在オートマチックで、B 分の A、A 分の 4B。早く分かってる？B 分の A と A 分の 4B。分かりますか？入れただけですね。入れただけですね。よろしいですか？こう置いて、入れただけ。いっぱい書いてるけど、やってることはこういうことね。そして約分の気分ですね。約分が来て、BBAA って消えて、この2もこっちいきますよ。そうすると B 分の A 足す A 分の 4B で、これが、ルート4は2だから4です。こうなります。なりますね。そしたらほら、欲しい、証明したいやつがこれ出てきました。出てきましたね。証明したいやつが出てきました。だからまあ、これを逆にこう戻してもいいんだよ。ここまでやっちゃっていいんだよ。もうあれだったら、今これ逆算して足す5にしちゃうんです。で、9にして、これが元の式。まあ、これ、9代とかを受けるときはここまで戻してやった方がいいかもしれない。ここまで、こう持っていく。で、やって証明できました。ということです。ただし、統合はあるので、統合は、ね、A イコール B だから、B 分の A イコール、なんですか、A 分の 4B。すなわち、A 事乗イコール 4B 事乗。ってことは、A も B も正だから、本当は、プラスマイナスってなんだけど、まあ、こうでしょうか。異父母になることはありませんからね。ほら、マイナスになることはないから。これで普通ならプラスマイナスでこう出てくるんだよな。A イコールプラスマイナスで EB だけど、両方とも正だから、これの時ということになります。
これで等腕になるでしょう。だからまずこの形をガシガシガシってここまで変形持っていっちゃって、でこれを証明すればいいんだから、ガクレーと見ておけばいいんだって感じだけど、まあ一応ちゃんと正であることをちゃんときちっとここで言っておいて、あと代入してやっていくということですね。よろしいでしょう。疑問点はないです。はい、変えてやってください。